ようこそ恐怖の時間へ。これからあなたをさまざまなホラーの世界へご案内いたします。おや、怖いんですか？引き返すなら今のうちですよ。一歩でも奥に入ったらあなたはもう元の世界に戻ることはできないんですから。私はクミ、17歳になったばかりの高校2年生。その夏、私は親友のレイコと海辺の民宿に3泊4日の旅行を計画しました。なんとか親を説得してようやく出かけた旅の第1日目のことです。レイコ、もう寝た？ううん、起きてるよ。聞いてほしいことがあるの。どうしたの？深刻になっちゃって。私、妊娠したかもしれない。そう、相手は誰？涼一くん。ねえ、レコ、私どうすればいい？どうしよう。どうするって？何か聞こえない？近づいてくる。障子開けてみようか。いいよ、レコ、やめて。あ、出ましたか。時々出るんですな。何分この辺りは昔、赤ん坊を間引くために海に流して殺したんですよ。なーに、お盆の旅によう供養していますから、心配せんでも大丈夫ですよ。どうする、レイコ。あんなこと聞かされて、おちおち止まってられないわよ。レイに好かれやすい体質ってあるんだってね。怖いこと言わないで。ねえ、どこか他に泊まろうよ。そうですか。やっぱり今からじゃ部屋取れませんか。ダメみたい。仕方ないね。もう一泊して明日帰ろうか。レイコ、おトイレに行くの？待って、私も行くから。レイコ、どこ行くの？そっちじゃないわよ。レイコじゃなかったの？クミ、帰ろう。夜が明けたらすぐ東京へ帰ろうよ。おはよう、クミ。おはよう。どうしたの？顔色悪いわね。気のせいだとは思うんだけど、あれ以来なんか変なの。どんな風に？確かに、あの影は私に向かって走ったの。そして消えたの。気のせいよ、そんなの。でも大丈夫？あの向かいの方に傘持ってる人、なんか変じゃない？別に。あの男、死ぬ。
かいた、レコ。誰かホームに落ちたみたい。ひかれたみたいよ。傘を持った男だ。クミ、どうしたの？具合悪いの？しっかりして、クミ！はい、出席を取ります。静かに。今日の欠席は、そこは誰？中尾久美です。今保健室で休んでます。最近変ね、中尾さん。勉強のしすぎじゃない？彼女真面目だもん。バカね、知らないの？妊娠したって噂あるのよ、あの子。そう。相手は？ほら、あけぼの学院の成田とかいう不良。なんでもその子の方から手を出してきたんだって。物好きね。よりによって堅物の中尾さんなんて、うん、でもあの子の成績が下がればさ、喜ぶ人だっているんじゃない？どういうこと？いい加減にしなさいよ、あんたたち。ふう、怖い。このクラスにもとうとう中絶カンパが回るのか。そこ静かに。なぜあの人が惹かれるのが分かってしまったんだろう。なんだかおかしい。何かが少しずついつもと違う。いつからこんな風になってしまったのか。多分この吐き気が始まったのと同じ頃。それとも あの民宿の夜からだろうか。やめた。何も考えずに少し眠ろう。こっち来いよ、クミ。ダメよ。誰も来やしないよ。でもダメ。神聖なる神社の境内よ。何の神様だよ。騎士母神。自分の子供を食べて鬼になったという女の神様。はあ。じゃあこんなことしたら祟られるかな。リョウ、クミ、夢見てたみたい。もう平気？帰れる？うん。リョウイチとお前のことを仕組んだのはこの女。え？この女の手を見るがいい。レイコ、手を見せて。手？あら、やだ、血がついてる。変ね、どこも怪我してないのに。レイコ、あなたまさか。罪の血、汚れた手。やめて！何よ、大きな声出して。何でもないの。一人で帰るわ。一人で帰るって飛び出してきたけど、なんだか不安だな。さっき保健室で聞こえた声は一体何だったんだろう。もう一度お前のことを仕組んだのはこの気のせいよ。多分疲れてるだけ。あ、やかましい。どうしたの？どこか痛くしたの？足の骨が折れたのよ。え、何？今静かになればいいと思ったでしょう。あなた誰？どこにいるの？私はあなたよ。私？あなたの一番知りたいことを聞かせてあげる。なんだ？なんだじゃないわよ。何へまやってんの？あの子もう妊娠4ヶ月になるわよ。まずったな。クミの成績を落とすためにちょっかい出してとは頼んだけど、
バレたらまずいんだからね。妊娠させることなんかなかったのよ。今の何？どこから聞こえてきたの？あなたが一番知りたがっていたことを聞かせてあげたの。仲良しの玲子がそんなことするはずない。良一に声をかけられた時、玲子に対する優越感があったんでしょう。違う、もう何も言わん。お嬢さん、どこか具合が悪いのかね。ほっといて、誰も構わないで。おじいさんが倒れたぞ。おい、早く誰か救急車呼べ。救急車。どうしたんですか。何があったの今。玲子に仕返しをしたくはないの。悔しいと思ってるんでしょ。望み通りのことをしてあげる。さあ、何がしたい。悔しくない、何も考えてない。お願い、どこかに行って。また夢を見てたのかしら。ごめんね、休んでるとこ迷惑かと思ったんだけど、これ私とクラスのみんなから。早い方がいいと思って。何これ。カンパだって、処置するのに必要でしょ。まさか言ったのみんなに。悪かった、ごめんごめん。でもみんなうすうす知ってて気にしてるし。嘘、嘘よ。あんたの本心を言いなさいよ。よくも、よくも。ねえ、会いたいでしょ、良一くんに。呼び出してあげようか。遅いな、君のやつ。何してんだよ、人こんなとこに呼び出しといて。変な場所選んだのはあなたの方でしょ。ふん、こんなところで抱いたの、クミを。やきもちか、バカ。もういい。
いなんて思ったのかしら。思った。違うわ、だって私涼一くんのこと好きだったんだもの。本当に？本当よ。じゃあ玲子は？玲子はどうなの？玲子？私殺したいなんて思わなかったっていうの？思ってない、思わなかったわよ。じゃあお腹の子は？殺そうと思ったでしょ。それはいなくなればって。それは殺そうと思った。でもそうはさせない。あなた誰？何考えてるの？まだ気がつかないの？まさか。ママ、まさか。殺さないで、殺さないで、殺さないでよ。やめて。仕方ないのよ。どうしろって言うの？殺すの？私を殺すの？何？なの？この世に生まれぬ者がある邪悪な意志を持ったとしたら、一体どんなことが起こるのでしょう。クミの心の声、あれはもう一人のクミ自身、それとも胎児の呼んだ霊魂だったのでしょうか。自分の子供を食らって鬼になったという岸母人、これはこの世には子を殺す鬼が多すぎるという霊界からの警告だったのかもしれません。もし闇に葬られている水子たちが意志を持ったとしたら、あなたはどうしますか。土曜日の夜、学校に体操服を忘れたのに気づいて取りに戻ることにしたんです。どうしても日曜日に必要だったんで、友達に頼んで一緒に行ってもらったんですが、学校に着いた時にはもう9時を回っていました。私たちの教室の隣、2階の音楽室にポツッと明かりがついていました。よかった、誰か残っているみたい。気味が悪い。でも
誰かがピアノを弾いていたので、私たちなんとなく心強い感じがしていました。きっと音楽の阿部先生でしょう。あ、またピアノが。懐中電灯に照らし出されて、私たちはびっくりしました。それは見回りに来た警備員さんでした。私たち忘れ物を取りに来たんです。そしたらピアノの音が聞こえたんで、音楽室に誰か残ってるのかなと思って。ところが警備員さんは、もう誰もいないし、ピアノの音なんて聞こえないって言うんです。そう言われてみれば、いつの間にかピアノの音は止んでいるし、明かりもついていません。おかしいな、さっきははっきり聞こえていたんです。スタンドの明かりだってついていたみたいだし。ね、開けて確かめてもらえませんか。音楽室には誰もいませんでした。ただいつもかけられているカバーが外され、ピアノの蓋は開いていました。校門を出た私たちが校舎の方を振り返ると、音楽室にはまた明かりがついていました。あとは無我夢中で、どうやって家に帰ったのかよく覚えていません。学校では時々こういうことがあるんだそうです。ただ表沙汰にしないだけで。それ以来、私たちは二度と夜遅く学校に行ったことがありません。の告発者、これは私が宮崎を旅行した時に聞いた実際にあった話です。私が泊まったホテルには立派な温室がありました。ところが数年前、この温室で殺人事件があったというのです。殺されたのはホテルの従業員の陽子さんという女性でした。彼女はとても植木の好きな人で、毎日欠かさず温室の世話をしていたのです。死後の検証によると、彼女はその日もいつも通り夕方に温室に入り、植木に水をやっていました。何者かに首を絞められ殺されてしまったのです。翌朝、彼女の死体が発見されてから、温室は徹底的に調べ尽くされました。ところが現場には何の手がかりもなく、目撃者も見つからず、関係者のアリバイも似たり寄ったりだったので、犯人は見つからないまま3ヶ月が過ぎました。そんなある日、支配人が奇妙なことを言い始めました。誰かが私に嫌がらせして服や靴に針を仕込んでいるというのです。確かに支配人の首筋や足の裏には針で突いたような傷がたくさんできていました。でも実際に針は見つからず、知らないうちに怪我したんだろうと仮
片付けられてしまいました。ところがどうしたことか、支配人の傷は増え続けるばかりで一向になくなりません。そしてある日、陽子さんと親しかった従業員が怪我の原因を見つけたのです。一体何だったと思います？それはサボテンのトゲだったのです。支配人は普段決して温室に近寄ろうとはしない人でした。その時ホテルの人たちは陽子さんが生前温室のサボテンをとても可愛がって育てていたのを思い出しました。支配人の体に刺さっていたもの、それは陽子さんが可愛がっていたサボテンのトゲだったのです。その後間もなく支配人は逮捕され、地上のもつれから陽子さんを殺したことを自供しました。するとそれまで支配人の体に毎日のように現れていた傷がピタリとできなくなったのだそうです。ある学者の説によると、植物にも感情があるそうです。そして実際にアメリカの法廷で植木が殺人犯人を当てるという実験が行われ、見事に成功を収めたのだとか。陽子さんが殺されるのを目撃していたサボテン、そのトゲがなぜ支配人の体に刺さったか、今もってそれは謎のままです。でも植物に感情があるのだとしたら、死んだ陽子さんの無念さをただ一人の目撃者であったサボテンが代わりに晴らしてあげたと、そういう解釈もできるのではないでしょうか。ちょうど今頃、ホテルの温室は亜熱帯の花が盛りの時期です。きっとサボテンの花も咲き乱れていることでしょう。あの陽子さんのサボテンも真っ赤な大輪の花弁を見事に広げているのではないでしょうか。呪われた訪問客。私と父が郊外のその家に引っ越したのは5月のある晴れた日でした。会社を勤め上げた父がささやかな退職金で買った中古の家は、私の通勤にはちょっと不便でしたが、父が第二の人生をスタートさせるには申し分のない環境でした。ただちょっと気になったのは、引っ越しの挨拶に回った時のご近所の皆さんの態度でした。何か言いたそうな様子や探るような目。でも気にしていたのは最初のうちだけで、やがてはそれも忘れてしまいました。あれは確か6月10日、時の記念日だったと思います。父と二人、居間でお茶を飲んでいたのですが、ふと窓に目をやると、垣根の向こうに傘を差した中年の女性がこちらを伺うようにして立っていました。私の視線を追って窓に目をやった父は、あっと声を上げると、慌てて飛び出していきました。間もなくして帰ってきた父は、何か納得がいかないという面持ちでした。どなた？お父さんの知り合いの人？いや、知った人に似ていると思って出てみたんだが、誰もいないんだ。そう言ったっきり、何か考え込んでいる父にそれ以上尋ねることはできませんでした。でも私の家の前は一本道で、見えなくなるほど遠くに行く時間は経っていなかったのです。不思議なこともあるもんだな。私は漠然とそんなことを感じていました。その後
これといった出来事もないまま、毎日は平穏無事に過ぎていきました。ただ、父は私をはばかるようにして電話を受けることがあり、その後は決まって物思いにふけっているのです。気になりながらも問いただせぬまま、梅雨が明け、8月も半ばを過ぎたある日のこと。父は近くの公園に出かけていました。その日から1週間、休みを利用して旅行をするつもりだった私が、支度を整えて玄関に出てみると、いつ来たのか、そこには上品な中年の女性が立っていました。お急ぎのところ申し訳ありません。お父様はお留守でしょうか。いいえ、父でしたらこの先の公園で絵を描いているはずですけど。父は絵を描いているとき、人に邪魔されるのを大変嫌う人でしたが、その人の思い詰めた様子に、私はつい父の行き先を教えてしまいました。後ろ姿を見送って、どなたかしら、と思いながら、ふと足元を見ると、きれいな絹のハンカチが落ちています。あの人のだわ、と思って慌てて拾い、門の外まで出てみましたが、もうどこにも姿が見えません。仕方なくハンドバッグに入れようとした瞬間、ふとゲランの香りを感じました。1週間後、私が家に帰ると父はいませんでした。それどころか、玄関こそ鍵はかかっているものの、窓は開けっぱなし、部屋の中は私が出かけた時のままなのです。ただごとではないと思った私は、警察に捜索願いを出しました。でも1ヶ月たち、2ヶ月たっても、父の行方は分かりませんでした。それは父が親しくしていたお友達からでした。話したいことがあるので、そちらに伺うと。いや、こんな話、何事もなければお嬢さんの耳には入れたくなかったんです。しかし田村君が失踪したまま行方不明だというし、一応お伝えしておこうと思いまして。実は彼には愛人がおったんです。天涯孤独の人でしてね。気を悪くせんでくださいよ。どうも田村君は定年後は一緒に暮らすと約束していたらしいんです。ところがその女性が今年5月頃からうつ病になりましてね、6月、そう、時の記念日に自殺未遂を起こしまして、その後田村君もいろいろ心配していたんですが。え、彼女と。いや、今度の失踪に彼女は直接関係ありません。断言できます。なぜって、田村君がいなくなった日の朝、彼女は病院に出かける途中、自動車にはねられたからです。即死だったそうですよ。8月17日でしたかね。これが彼女です。ゲランの香りの好きな人でした。ちょっとピントのぼけた写真を見せられました。そこには父と見知らぬ女性の。いいえ、私には見覚えがありました。私が出かけた日、8月17日に父を訪ねてきた女性です。あの時のハンカチは今も私のタンスの中に。そうです、あれは確かにゲランの香りでした。彼女は約束を果たすために父をあの世に連れて行ったのでしょうか。
もしあの日私が父の居場所を教えなければ何事も起こらずに済んだのでしょうか。私は家を手放すことに決め、不動産屋を訪ねました。いやね、今だから言うんですが、あの家は幽霊が出るって噂がありましてね。ただあそこの幽霊は見た瞬間にはそれとわからないんだそうですよ。そんなことが実際あるもんかどうか私にはわかりませんけどね。いかがでしたか、恐怖の時間。出口はこちらです。今日は返してあげましょう。でもあなたはまた必ずここに帰ってきますよ。そう、どんなに逃げようとしても、どこに行っても。